アドーム大阪です。オリックスバファローズ対オールパシフィック、この一戦をお送りいたします。バファローズの先発は右の山本、対するオールパシフィックの先発は右の高橋光成、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の山本マウンドに上がります。オールパシフィック相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは松本、はい、松本剛。第9球、スプリットはボール。第2球投げました、高めボール球打った、ピッチャー返し、抜けた、松本ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9球、初球を打ちました、鈍いゴロ、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、ツーアウトランナーなくなりました。柳田悠岐、第9球投げました、ボール。第2球投げました、インロー、外れてボール。第3球はアウトコース低め、縦のカーブ外れてボール。次は4球目投げました、4球目空振り。第5球投げました、インコース低め、ストライク。次は6球目投げた、打った、抜けた、柳田、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。第9球ボール、一塁牽制球を送ります、一塁タッチセーフ、もう一度一塁牽制球です、タッチはセーフ、投げた、見送ってボール。第3球を投げた、スプリット空振り。第4球を投げた、ストライク。第5球投げた、スプリットはボール。第6球をランナースタートを切った、三振。バファローズ立ち上がりを無得点に抑えています。右の高橋光成マウンドに上がりました。今日は配球にも注目したいと思います。1回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは中川。第1球投げました、1球目ストレート空振り、いきなり151キロ。第2球投げました、打ちました、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げました、1球外した、ボール。投げました、ストレートはボール、内角高め。投球これから5球目、変化球、空振り三振。左バッターボックスは西野。第1球投げました、初球打ち引っ張った、抜けた、西野ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。第1球投げた、ボール、まずはインロー。第2球西野スタート、投球ボール、キャッチャー二塁、盗塁成功、ランナーが二塁に進んでいます。さあ、リプレイです。オールパシフィック、ここは引っ張りに警戒します。さあ、4球目インコースのボール、左へ、ファール。オールパシフィック、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第6球は打ちました、ショートバウンド、浅村うまくさばいています。バファローズなおもチャンスが続いています。第9球ストライク、いきなり155キロ。第2球内角高め、直球は外れてボール。第3球を投げた、外角低め、縦のスライダー外れてボール。
投げた、4球目ストライク。さあ投球は5球目、打ちました、左中間のフライ、センターバックしていった、ヒット、バファローズまずは1点先制、1対0、セデーニョタイムリーツーベースヒット、バファローズなおもチャンスが続きます。では先制の場面映像でご覧いただきましょう。ランナー1人を置いて迎えるバッターはゴンザレス、第1球投げた、ボール、第2球、2球目ストライク、投げた、ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、打ちました、投げました、あーっとキャッチャー取れない、マルティネス今拾った、第6球はボール高め、第7球を投げました、打った、ゴンザレス追い込まれていますがファールで粘っています、低め空振り三振。1回の裏が終わりまして1対0、バファローズ先制点を挙げています。2回の表1点を追いかけます。オールパシフィックの攻撃、先頭バッターは万波、第1球投げました、インコース低めストライク、いきなり155キロ、第2球投げました、ボール、第3球を投げた、ボール、第4球を投げた、縦のカーブ、ボール、第5球投げた、打った、右中間へのフライですが取りました、これでワンアウトランナーはありません。バッターは DH のポランコ、背番号22グレゴリー・ポランコ、第9投げた、打ちました、切れていきます、ファール、第2球打ちました、引っ掛けた、セカンド左横のフライになりました、掴みました、これでツーアウトランナーありません。バッターは7番マルティネス、背番号2アリエル・マルティネス、第9投げた、外角高め際どい球、ボール、第2球投げました、真ん中ストライク、第3球を投げました、インコース引っ張った、あっと抜けた、マルティネス2塁を狙う、マルティネスツーベースヒット、バファローズ同点のピンチを迎えます。ランナー1人を置いて迎えるバッターはマキノン、バファローズ一打同点のピンチを迎えています。初球打った、当たり損ねはショートゴロ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。山本ツーアウト二塁のピンチでしたがここはゼロに抑えました。2回の表が終わって1対0です。2回の裏これからバファローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは杉本、外れた、ボール、第2球投げました、見送ってボール、投げました、内角高め見送ってストライク、投げました、流し打ち、どうだ、ライトの右、ファウルボール、第5球投げた、打ちました、内野ゴロ、万波取った、万波ベースを踏んでワンアウト、これでワンアウトランナーはありません。左バッターボックスは7番 T 岡田、第1球投げた、初球から打ってった、ショート左横のフライになりました、取りました、これでツーアウトランナーありません。バッターは8番紅林、背番号24紅林幸太郎、第1球打ちました、初球打ち三遊間、一塁送球アウトです、一塁はアウト、スリーアウトチェンジ。バファローズ三者凡退に打ち取られました。2回が終了しまして1対0です。オールパシフィック、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番小深田、投げた、
初球空振り、いきなり157キロ。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、打った、さあ4球目、ボール。さあ5球目、引っ張った、ファールボール。第6球を投げました、打ちました、三塁線切れました、ファール。第7球を投げました、縦のカーブ、空振り三振。バッターはトップに帰って松本。第9球投げました、初球空振り。第2球、ボール。投球はこれから3球目、打ちました、ファール。第4球を投げました、打った、レフトへの打球、レフト下がった、これはヒットになります。松本一気に二塁へ、松本ツーベースヒットを放ちました。バファローズ同点のピンチを迎えます。第1球投げました、初球スプリット空振り、バットが空を切りました。投球これから2球目、インコース引っ張った、切れていきます、ファール。追い込んでから第3球を1球外して、ボール。第4球を投げた、空振り三振。バッターは3番柳田、ひときわ大きな声援が聞こえます、ボール。第2球空振り。第3球を投げた、外角、ボール。次は4球目、4球目空振り。第5球投げた、打った、次は6球目、スプリット空振り三振。ピンチを連続三振でしのぎます。リプレイをご覧ください。山本ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。3回の表が終わって1対0です。バファローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッター、投げた、打ちました、ファールボール。第2球投げた、見送ってボール。第3球はスプリットはボール。第4球を投げました、インコースのボール左へ、ファール。第5球投げました、アウトロー際どい球、ボール。さあ6球目、外角へズバッと決まって、見逃し三振。第9球初球を打ちました、浅村ボールを取る、一塁送球アウト。中川いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでツーアウト、ランナーありません。第9球投げました、インコース低め、外れてボール。投球これから2球目、空振り。第3球を投げました、インコースのボール左へ、打球はサードの左、マキノン軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。バファローズわずか3人で攻撃が終わりました。3回の裏が終わりまして1対0です。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは近藤、投げました、初球空振り、いきなり156キロ。第2球投げた、スプリットはボール、外角低め。第3球を投げた、ボール。次が4球目、投げた、空振り。さあ5球目、インコースのボール左へ、ファール。投げた、変化球、空振り三振。三者連続三振、先ほどのプレーです。バッターは5番万波、第1打席はライトフライに倒れています。投げた、初球空振り、キレのある変化球。初球空振りから
投げました、打ちました、一、二塁間の打球、一塁へ送る、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは指名打者ポランコ。第一打席は内野フライに倒れています。投げました、ボール。まずはインコース低め。第2球投げました、2球目空振り。バファローズここは引っ張りに警戒します。第3球を投げました、スプリットはボール。次が4球目投げました、ボール。投げた、ストライク。変化球にキレがあります。第6球を投げた、インコース高めいっぱい、見逃し三振。内角高めいっぱいに決まった。山本、最後は見逃し三振に仕留めました。4回の表が終わって1対0です。バファローズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは森。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。オールパシフィック、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球は打ちました、ショート正面、小深田掴んだ、記録はヒット、記録はヒットです。さあリプレイです。バッターは DH のセデーニョ。投げた、ストレートはボール。まずはアウトコース高め。第2球投げた、ボール。一塁へ牽制球を送ります。第3球を投げた、ボール。さあ4球目、4球目空振り。一塁牽制、タッチセーフ。第5球投げました、流し打ち、打球はライト右へ、ワンバウンド、ヒット。一塁ランナー二塁を回った、セデーニョ、いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げています。ノーアウトランナー一塁三塁となりまして、ゴンザレス。バファローズ追加点のチャンスを迎えています。第2球投げました、打った、これは強烈、さらに伸びていく、入った、スリーランホームラン。バファローズファンで埋め尽くされたスタンドに吸い込まれていった。素晴らしい一発をベンチも祝福。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右バッターボックスには杉本。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げました、直球空振り。追い込んで投げました、打ちました、引っ掛けた、スタンドに入りました、ファール。第4球を投げました、外れた、ボール。さあ5球目、アウトロー、ボール。投球はこれから6球目、ボール。さあ7球目、打ったいい当たりだ、レフトへのフライだ、レフトバックしてジャンピングキャッチ、ファインプレー。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番 T 岡田。第1打席はショートフライに倒れています。第9投げた、ボール。まずは内角低め。さあ次の投球見送って、ボール。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、ワンバウンドヒットになった。 T 岡田一塁蹴って二塁へ、 T 岡田いいバッティングを見せました。これで2打数の1安打。バッターは8番紅林。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。ファールボール、打った、ファール。追い込んでから投げた、打ちました、セカンド右横のフライになりました、取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投げた、打ちました、ファールボール。第2球投げた、打ちました、ショート右横のフライになりました、ショート落下点に入りました、掴んでこれで3アウトになります。4回の裏が終わりまして4対0、バファローズこの回3点を加えています。7番
5回の表、これからオールパシフィックの攻撃に入ります。先頭バッターはマルティネス。投げました。初球スプリット空振り。1球目空振りから投げました。インハイ。スプリット外れてボール。第3球を投げました。アウトコース高め、ボール。次が4球目投げました。会心の当たり。ピッチャー返し、抜けた。マルティネス、ナイスバッティングです。バッターは8番マキノン。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。さあ次の投球、これも空振り。第3球を投げました。ボール。第4球を投げた。打ちました。ピッチャー返し、抜けた。マキノン、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第2球投げた。打ちました。あっと引っ掛けた。ボールはセカンドへ。二塁フォースアウト。バファローズ、なおもピンチが続きます。ここまで2安打の松本。アウトコース高めいっぱい、ストライク。第2球投げた。ストレートはボール。投球は3球目、ボール。第4球を投げた。打った。三塁ランナーはホームへ。抜いていった。ライトからサードへ。オールパシフィック、ようやく1点を返しました。リプレイをご覧ください。バッターは2番浅村。今日はセカンドへの併殺打と三振。第1球投げた。ただのカーブ、ボール。第2球投げました。打ちました。バックネットの前でボールをつかみました。センターフィルダー柳田悠岐。まずは二塁牽制。タッチはセーフ。二塁はセーフ。1球目ストレート空振り。第2球投げました。打った。西野下がっていった。スタンドに入りました。ファール。投げました。打ちました。レフトフライ、飛距離は出ていません。取ってこれで3アウトチェンジ。先ほどのプレーです。5回の表が終わって4対1。山本とうとう打たれてしまいました。バムローズ、この回1番からの好打順になります。先頭バッターは中川。今日は三振とセカンドゴロ。第2球投げました。決まってストライク。第3球を投げました。3球目空振り。第4球はボール。投げた。打ちました。鈍いゴロ。万波ボールを掴んだ。1塁送球、高橋光取ってアウト。バッターは2番西野。第1球投げた。初球空振り。第2球投げた。低めボール。第3球を投げた。見送ってストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた。打ちました。左中間へのフライですが、柳田余裕があります。センター掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番森。第1球投げました。打った。ファール。第2球投げました。ボール。投球はこれから3球目、ストライク。バッター追い込まれました。追い込んで第4球を打ちました。伸びていく。ライトを見上げた。ホームラン。からも祝福を受けます。さあリプレイです。バッターは指名打者セデーニョ。第1球投げました。ボール。
投球これから2球目、縦のスライダーボール。第3球を投げました。3球目ストライク。第4球は4球目ストライク。次は5球目、投げました、打ちました、抜けた。セデーニョナイスバッティングです。今日これで3打数の3安打。バッターは5番ゴンザレス、今日3打点を挙げています。初球空振りからボール。第3球を投げた、ツーシーム見送ってストライク。追い込んでから投げた、外れたボール。次は5球目、見送ってボール。第6球を一塁ランナー自動的にスタート、打ちました、センター方向へ持っていきましたが取りました。これで3アウト。5回までが終了しまして5対1、バファローズリードを4点としています。山本降板、マウンド上ピッチャーはワゲスパック、今日2番手としてマウンドに上がります。オールパシフィック相手にどういった投球を見せるのか。第9球ストレートはボール。第2球投げた、外、ツーシームは外れてボール。投球はこれから3球目、打ちました、森落下点に入った、ファールグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番万波、今日はライトフライとセカンドゴロ、決まった、ストライク。初球ストライクから投げた、打った、ファールボール。追い込んで投げた、ボール。投げました、ストライク、見逃し三振。バッターは DH のポランコ、今日はセカンドフライと三振。投げました、ストレートはストライク、いきなり153キロ。第2球投げました、アウトコース低め、外れてボール。第3球を投げました、決まってストライク。次は4球目、投げました、ボール。第5球投げた、カットボール、空振り三振、2者連続三振。ワゲスパック、最後は見逃し三振に仕留めました。6回の表が終わって5対1です。6回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは杉本、今日はファーストゴロとレフトフライ。打った、流し打ち、ライト線に打球が飛んでいますがヒット。打ったバッターは一塁蹴って二塁へ、杉本ツーベース、今日初めてのヒットになりました。左バッターボックスは7番 T 岡田。第9投げた、打ちました、ファール。オールパシフィック、ここは引っ張りに警戒します。追い込んでから第3球を1つ外した、ボール。次が4球目、投げた、打ちました、切れていきます、ファール。第5球投げた、ボール。第6球を投げた、内角際どい球、ボール。投球これから7球目、打った、ピッチャー返し、抜けた、あっと速球それた、あっと悪送球、取れない。 T 岡田、いいバッティングを見せました。バファローズなおもチャンスが続いています。第2球投げました、2球目ストライク。投げました、外れた、ボール。投げました、ボール。第5球投げました、ストレート空振り。さあ6球目投げました、打ちました、ファールボール。第7球を投げた、打った、フラフラッと上がった、取った、これでワンアウト、ランナーは一塁三塁変わりません。投げた、初球落ちるスライダー空振り、タイミング合いません。さあ次の投球、見送ってボール。
第3球。3球目空振り。第4球を投げた。見送ってボール。次は5球目投げた。ボール。第6球を投げた。見逃し三振。打順は1番に帰って中川。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。ファールボール。1球目ファールから第2球。外角低め、ボール。第3球を投げました。ツーシームはボール。次は4球目投げました。打った。ピッチャー返し。そして今拾い直した。アウト。スリーアウトチェンジ。バファローズ結局ランナー2人残塁。6回までが終了しまして5対1です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回の先頭バッターはマルティネス。ツーシームはボール。まずはインハイ。第2球投げました。カットボール空振り。投げました。ボール。さあ4球目ストレートはボール。さあ投球は5球目投げました。打ちました。これはセカンド正面、一塁へ送る。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは8番マキノン。投げた。ツーシームはボール。第2球投げた。打った。ファール。第3球を投げた。空振り。第4球を投げた。打った。引っ張った。切れていきます。ファール。さあ投球は5球目投げた。打ちました。スタンドに入りました。ファール。次は6球目投げました。打ちました。ファール。投げました。打った。破った。マキノン、ナイスバッティングです。左バッターボックスは9番小深田。今日は三振とセカンドゴロ。第2球投げました。打ちました。第3球打ちました。ファールボール。追い込んで投げました。149キロ速球。空振り三振。打順はトップに帰って松本。今日は3安打猛打賞。初球打って出た。センター下がった。ワンバウンドヒット。マキノン二塁決定、三塁へ。バックホーム、間に合うかどうか。オールパシフィック、点差を3点に縮めました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右バッターボックスは2番浅村。第1球投げました。初球空振り。第2球投げた。ボール。投球は3球目投げた。打ちました。杉本余裕があります。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。満員の京セラドーム大阪、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。7回の裏、バファローズラッキーセブンの攻撃。この回のトップバッターは西野。投げた。これはいい当たりだ。いったー。入った入った。ホームラン。ソロホームラン。バファローズファンで埋め尽くされたスタンドに吸い込まれていった。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。先ほどのプレーです。池田降板。右の田中、今日3人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。左バッターボックスには森。これが4度目のバッターボックス。投げた。初球高速スライダー空振り。思い切って振っていきました。第2球外のボール球打った。ライトへ上がった。
ライト交代、ライト取りました。これでワンアウトランナーはありません。バッターは指名打者セデーニョ。今日は3安打猛打賞。ファール。投球これから2球目。打ちました。これはいい当たり、伸びた、伸びていった、ホームランだ、ホームラン、ソロホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。チームメイトが迎えます。さあリプレイです。バッターは5番ゴンザレス。今日3打点を挙げています。投げた、初球打った、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番杉本。今日はここまで3打数1安打。1球目空振りから直球ストライク、アウトコースへ。バッター追い込まれました。追い込んでから第3球を外角高めの直球はボール。次が4球目、投げました、内角低め、高速スライダー外れてボール。さあ投球は5球目、打ちました、いい当たり、抜けた、杉本、いいバッティングを見せました。左バッターボックスは7番 T 岡田。第1球投げました、初球から打ってった、サード前方のフライになりました。掴んでこれで3アウトになります。7回までが終了しまして7対2バファローズリードを5点としています。ワゲスパック降板、マウンドに上がったのは黒木。今日3番手としてマウンドに上がります。オールパシフィック相手にどういった投球を見せるのか。第9投げました、見送ってストライク。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げた、空振り。第5球投げた、打った、抜けた、柳田、ナイスバッティングです。バッターは4番近藤。今日4度目のバッターボックス、打ちました、ファールボール。さあ次の投球見送ってボール。投球は3球目、高め際どいボール。第4球を投げた、打ちました、ファール。5球目打った、当たり損ない、大城取った、セカンドフォースアウト、一塁はセーフ、一塁はセーフ、併殺失敗。第9投げた、ストライク。第2球投げた、アウトコースをつけた、切れていきます、ファール。一塁へ一つ牽制球を送りました。第3球を投げました、インハイへ変化球ボール。第4球を投げました、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。さあ投球は5球目、ボール。第6球を投げました、フォーク、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。投げました、打ちました、ファールボール。第2球投げました、ボール、アウトローへ。投球はこれから3球目、膝元、ボール。第4球を投げた、打ちました、レフト線ぐっと打球が上がっていきますが、取ってこれで3アウトチェンジ。一塁ランナー近藤、残塁に終わりました。8回の表が終わって7対2です。8回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは紅林。今日はここまで3打数ノーヒット。直球ストライク、155キロのまっすぐ。第3球を投げた、打った、あっと左中間、どうだ、柳田掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。先ほどからライトに入っています宗。第9投げた、アウトコース、ストレートは外れてボール。投球これから2球目、流し打ち、どうだ、レフトへのフライになった、近藤取りました。バッターはトップに帰って若月。第9投げた、低め、直球は外れてボール。第2球打ちました、右へどんどんと切れていきます、ファールボール。投げた、打ちました、センター方向に持っていきましたが、
取りました。これで3アウト。バファローズ結局三者凡退、無得点に終わっています。8回の裏が終わりまして7対2です。いよいよ最終回を迎えました。この回のトップバッターはマルティネス。外れた、ボール。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、3球目空振り。第4球を投げました、真ん中にストライク。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、打ちました、黒木。ボール。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番マキノン。今日はここまで3打数2安打。低めのボール引っ掛けた、打球はショート後方、足立。落下点に入った、ショート取りました。あと1人。バッターは9番小深田。スタンドからは大きな声援が。打ちました、初球打ち、レフト線ぐるっと打球が上がっていきますが、小田掴みました。試合終了。バファローズ見事勝利を収めました。